さあ、始めました、もちチャンネル。さあ、今ですね、緊急で動画撮ってるんですけども、はい、まさかですね、こんなことがあるんですね。はい、2024年の4月2024年度始まったわけなんですが、日本のトイックスコアに有効期限がつきました。はい、トイックってね、有効期限がないっていうので、まあ有名だったというか、よく言われていたんですよ。もうこのね、ネットで今でもほら検索してみるとわかると思うんですよね。有効期限あるんですかっていう風に検索すると、 Google なんかではね、有効期限はありませんっていう風に出てきます、あの AI がね。そうなんですよ、日本だけなんですけど、日本はなかったんですよ、有効期限。他の国は2年っていうのが決められていたんですね。それがなんと日本でも有効期限は2年っていうのが出ました。しかも発表じゃないんだよ、公式発表じゃなくて、ホームページの Q&A のページですね、そこでさらりと発表されました。ということはですよ、はい、そうなんですよ、ということは今までですね、トイック満点だぜって言ってた人たちの価値がどんと下がるというか、はい、もう満点だと言えなくなっちゃうってことですね。そう、今のトイックの方が難しいですから、昔のトイックと比べてね。そうです、昔のトイック満点ホルダーですね、もう俺はトイック満点だって言って、それでこうえばってた人たちがえばれなくなるっていう風にネット上で今騒がれていますね。私は別にどうとも思ってないですからね、そのことに関しては。この昔のね、トイック満点でえばるんじゃねえって言ってた人たちからはこう参照の声が上がってるし、昔の有効期限がないって思ってた人たちからすると、マジっていうやつなんですよ。そうなんです、だからね、うちのね、この反省会ライブ出ている R さんもね、ツイートしていましたけど、昔のには確かに有効期限はないと書いてあるんですよ。はい、これ2020年ですね。2020年、トイック選んだ R スコアに有効期限はありますか。 A、 スコアに有効期限はありません。なお、公式認定証の再発行は試験から2年以内のものに限りますと。そう、スコアを再発行するのには2年の期間しかダメなんで、だからまあ2年だと思ってた人もいるんですけど、実はなかったんですよ。あ、ちなみになんで2年かって思われてたかっていうと、これがまあ原因というよりは、まずトフルが2年であるっていうのと、あとは海外のね、他の国だったら2年なんですよ、有効期限って。これでもね、すごく知らない人が多いんですけど、もしあなたがですね、海外でトイックを受けたらですね、こんな感じのスコアシートになってて、期限が書いてあるんですね。これ今 ETS の新しいバージョンで、これは ETS のサイトかなやつですけど、フランスの方ですね、方なんですけど、このジョナサン・クリストファー・ドーさんですか。デートバース4月10日だ、俺と誕生日同じだ偶然なのか選んだのかわかりませんが、はい、テストデート書いてません、ね、2021年6月4日と書いてあって、で valid until ですね、ここまで有効であるっていうね、2023年6月4日って書いてあるじゃないですか。そうなんですよ、ここに書いてあるんです。あちらもまあスコアね、リスニング、リーディングがあって、トータルスコアがあって、同じですね、日本と同じように QR コードついてます。あちなみにこの QR コード読み込んでも ETS のそのトイックのサイトに行くだけです。はい、で、それが日本の方だと、あ、これ QR が入る前のやつだな。日本のところだと、そのテストデートとバリッドのところは、こうなってるんですよ。アドミニストレーションナンバーって言って、テストの番号と、で、テストがいつ行われたしかなくて、いつまで使えるって書いてないんですよ。そう、だから、テストの回数が書いてあるっていうので、期限が書いてなかったんですね、日本のやつだけ。なぜかね。だから、あ、日本のものには書いてなくて、で、公式に問い合わせてもないんですよ、期限は。っていう風になってたわけです。国際花子さんですけど。それが、はい、見てください。さらりと、4月16日ですね。はい、先週書き換えられていました。書き換えられてというか、変わっていました、答えがですね。で、同じナンバー1010なんですよ。前にあった質問と同じ1010なんですけど、4月16日の回答は変わってるんです。スコア自体はテスト受験時の英語能力を評価しています。英語力は時間の経過とともに向上または低下する可能性があります。そのためテスト開発元の ETS はできるだけ最新のスコアを参照利用することを推奨しており、スコアの有効期限を2年と設定していますと。日本のトイックにも2年というふうに設定しているわけですね。なぜなのかはわかりませんよ。ずっとなしって言ってきてたのにさ、ついちゃいましたよ、有効期限。どうなるんですか。まあそれぐらいトイック人気がこう下がっちゃってて、みんな何度も受けてねってなっているのかわかんないですけど。ただし採用出願などの目的でスコアを提出する場合、各機関、団体、学校やその方針に基づいて2年を超えるスコアの提出を認めることについては特に規定しています。そうですね、だいたいそれぐらいのものを出してくださいってなってますけどね。なんか2年を過ぎてっていうのはあんまないですね。
各機関団体や学校でスコアの有効期限を設定している場合がありますので、事前に方針を必ずご確認くださいと。はい、ずいぶん長い説明文に変わりましたよね。前は3行しかなかったのに、ということで変わりました。まあ言われたんでしょうね、 ETS 側から日本も変えようって。まあこの4月からいろいろ変わってますからね。あのアンケート調査っていうのも前答えなくてよかったんですけど、スキップできたんですよね。この紙でこうあったじゃないですか、この回答用紙の裏側にね、アンケートがあって、でトイック受験のしおりっていうしおりがあって、それをこう参照しながら書くっていうのが、まあその受験のしおりなくなったし、アンケートはネット上で行うようになって、でネット上でスキップできない項目がいっぱいあるんで、今ね、だからネットの申し込みの時はかなり面倒くさくなってますね。今ねアンケート答えなきゃいけなくなったから、前はなんか2個ぐらいしかなかったけど、今たくさん答えなきゃいけなくなってますね。でまあトイックもね、お役所と関係性がありますから、デジタル化進めていかなきゃいけないんで、だからまあ受験のしおりなくしたっていうので、はいデジタル化してますよっていうのをね言うんだと思うんですけど、紙減らしましたって言うんでしょうけど、だったらさ、もうネット上でさ試験会場申し込めるようにしてよ韓国みたいにしてよ。韓国受験票もないですからね。そう、受験票自体ないからすごい楽なんですけど、なかなかやっぱりデジタル化が難しいんでね。スコアシートもね、本当はなくす、紙のねスコアシートなくすって言ってデジタル化するって言ったのにやめちゃいましたよね、はい、反対が多かったんでしょうね、それはね。だから結構まだやっぱ日本は紙が必要っていう風になってはいるんですけど、だいろんな多分変化をね求められてるんだと思います。だそのうちの一個にこれもあったんだと思いますね。スコアの有効期限っていうのもあったと思います。じゃあこれが行われることによってどうなるのかってことですけど、まあ一つ見えるのは、ね、トイック満点何々ですみたいに言ってる人たちが、ね、いろんな人からうえ違うじゃねえか、昔のトイックで何言ってんだよって多分いろんなところで言われるようになる、はい、そしてまあしょうがないって言ってその人たちがトイックをまた受ける。そして受けてみて、おお確かにむずくなってるって思うっていうのがまあ見えます。まあ普段からね英語使ってて英語力が全然あるんですっていう人は、まあ受けても、まあ、すぐ何回かね受ければ取れると思うんで、満点ね、またすぐ満点講師、満点インフルエンサー、満点何々としてね返り咲くと思うんですよ。でも取れない人は取れないと思いますね。こうなんか一回でも前はねまぐれでも取れればそれで満点っていうのね持ってたんだけど、今回のはなかなか難しいと思いますよ。特にそこから英語力こう上げてってない人ね、はい、もうビジネスの方にみたいにね移行してる人にとっては大変だと思います。まあ僕はねもう毎回受けてますから関係ないですから、ね、このスコアの規定に変更があろうなかろうが僕にとっては何も関係ありませんので、有効期限がなくてもあっても満点講師はずっと続いていくと思います。どうでございましたか、皆様これについてどう思われます か。そもそも2年の有効期限が元からあったと勘違いしている人が多いと思うんですけど、なかったんですよ。 それでスコア有効期限ありますか、2年ですよね、違いますよ、ないんですよっていうのがねお決まりだったのに、2年ですよねの方が正しくなりました。これからはスコアの有効期限はないんだよって言ってた人たちが間違いになるというですね、はい、そういう事態になりました。これに関して皆さんどう思いますか、ぜひコメント欄でお聞かせください。いやこれで受験者数増えるかな前に持ってたスコア、トイックのスコア何点としてね持ってた人たちがまた受けるっていうので、ちょっとトイックのスコアまた加熱するかな、わからないですけど、ということでございました。はい、このチャンネルよろしくお願いいたします。はい、トイックに関するね講義をメンバーシップレベル2以上では見れますので、はい、ぜひそちらも見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。